どうも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 、大島ちゃんでーす。今日もまた元気に来ました。今から元気でお買い物をしてこようと思います。それでは行ってきまーす。はい、お買い物行ってきました。それでは今日買った商品紹介しようと思います。まず買ったのは、焼きそば UFO。 まあこれ定番の美味しさですよね。これはちょっと今日はあんまり安くなかったんですけど、元気で今日はいくらかな、UFO は158円。まあそんなに安くはないですよね。前どっかのスーパーでは100円ぐらいで売ってたんですけど、まあだいたいこんな値段ですよね、 UFO は。はい、そして次は、はい、パンですね。山崎の塩パンサンド。これ沖縄フェアと書いてありますね。まあこれもちょっと初めて見たんで、ちょっと今日買ってみたんですけど、これはまあ美味しいかどうかちょっとわかんないんですけど、まあ塩パンサンド、バニラクリームサンドって書いてありますね。あ、なんか美味しそうですよね。まあこれは明日の朝か今日の夜食べようと思います。これの値段がどうかな、これが塩パンサンド98円。まあこんなもんですね。元気はだいたいパン98円ですよね。そして次は、これですね。ゴールドバウムプレーン。まあ、バウムクーヘンですね。まあ、これはちょっとレジの前に、ちょっとボックスの中にいっぱい山積みだったんで、ちょっと買ったんですけど、これは会社がヤマトフーズ。ちょっと聞いたことないですね。これはアトム製菓株式会社愛知県。まあ、愛知県ですよね、これ。まあ、これちょっと美味しいかちょっとわかんないんですけど、どんなもんか、一回食べてみたいと思います。はい。そして次も、これですね。ハムカツ卵ドッグ。これは美味しいですよ。ホットドッグと比べたら、まあ僕はこっちの方が好きですね。これまた値段も安いですからね。もう毎度いつも言ってるんですけど、まあ値段は128円。税込みでも138円。まあ安いですよね。はい。これは明日の朝食かな。はい。そして次は、はい。今日の夜のちょっとおかずで、これですね。昔からある東海漬物、キュウちゃん、キュウリのキュウちゃん。これはもう昔からありますよね。まあ僕が小学校小さい時からこれありましたね。まあパッケージは変わったんですけど、これは東海漬物株式会社。まあこれ本当に長いことこれ製造してますよね。まあこのキュウちゃんっていうのは本当にあれですよね。これ美味しいですよね。ただこれ若干、量少ないですね。これの値段がいくらかな？これの値段は、キュウリのキュウちゃん、98円。まあ98円、高くはないんですけど、まあ量はちょっと若干少ないですね。まあこれ今日の、夜食の時で全部なくなりますね。こんだけの 量だったら。はい。そして次は、はい、またおにぎりでツナマヨ88円。まあこれちょっと海苔が若干硬いかな、コンビニと比べて。まあこれは当然フジパールですよね、製造者。はい。そして次買ったのが、はい、お菓子ですね、これです。はい、タケノコの里。まあこれ定番ですよね。これ昔からこれもありますね。まあこれキノコの里かな、それとタケノコの里か。ちょっとこれこっちの方が僕は好きなんですね。はい。これ値段が、
ケノコの里128円。まあコンビニで買うよりは安いですよね。はい、そして次に買ったのが、はい、伊藤園のミネラル麦茶カフェインゼロ、これは 600ml ですね。これの値段いくらかな。これもちょっと安かったですね。元気では前も紹介したんですけど、68円、68円、安いですよね。これこれから夏はもうこれ麦茶をよく飲むんで、これまあほぼ毎日買いますね、これは。はい、そして次は、はい、またこれですね、グリコのとろーりクリームプレーン、これも美味しいですね。これ大盛りか、大盛りというかちょっと大きいですよね。量も結構あって、これの値段が、グリコとろーりクリームプリン、これも98円。はい、そして次は、あ、はい、以上ですね。今日買ったのは以上ですね。はい、はい、今日元気で買った美味しい、商品は以上ですね。はい、ということで、明日はまた元気はやめてちょっと違うとこ行きますかね。はい、それじゃね、またね、また見てね、バイ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 バ